はい、皆さんこんにちは、レクセニー講師の赤木です。それでは私の方から、論文問題実践演習学習法という、こういうテーマで、約1時間ほどお話をしていきたいなというふうに思っておりますが、一応メインとしましては、今日は、来月から始まっていくですね、合格等の作成講座という、その講座に関する、一応ガイダンスみたいな、位置付けでありますので、そこで、どういう講義していくかというふうなあたりが、中心にはなってくるというところはちょっとご了承いただければと思います。はい、とりあえず、レジュメの方に沿ってお話をしていこうかなと思うんですけれども、論文問題実践演習学習法という、タイトルと若干ちょっとこうね、そこがある部分はありますけれども、第一とりあえずね、一応この講座といいますか2年目の講座を想定しましてね、まずは1年目の学習入門程度のレベルの学習は終わっているというね、そういう前提で進んでいきます。で、今後の、その論文に限らない、勉強のスタンスですよね、これまずはちょっとお話をしておこうかなというのが第一のところになります。入門が終わった、来年本格的なこう、受験が待ってるよというね、こういう方向けにどういう勉強がこれから望ましいのかと、これが第一のところのお話です。で、論文に限らずやっぱね、予備試験を受けるんであれば単答というのが欠かせないということになってきますので、単答と論文、そのあたりの、到達目標ゴールですよね、これまずは自分なりにねしっかりと見定めておいてください。で、論文については、法務省の方でね、その水準ですよね、これが出てるかと思うんですけれども、論文では何が出ても一応の水準にたどり着く、ここが合格目標というね、合格目標といいますか到達目標とこう思ってください。一応の水準にたどり着くためにどうするかというね、これにも尽きる勉強方法にねやっていただければなというふうに思います。じゃあどうするかはまた後ほどということになりますが、到達目標一応の水準、何が出てもなんとかここにたどり着く、そういうふうにするためにね論文のスキルを高めておこうと、これがまずはね今後1年間の目標ということになってくると思います。それから担当もですね、予備試験のお話になってくるんでしょうけれども、予備試験になってくると、一般教養が60とから、法律科目が210というね、そういう半分になってきまして、で一般教養は点が取れんという、相場がねある程度ありまして、法律科目で8割取らんと結構しんどいというね、そういうふうに言われるところがあります。なので何が出ても8割出るようなそういう、勉強していくことになりますが、これは僕いろんなところでもお話しするんですが、論文の知識を万全にしておくことで基本的には法律科目の学習の5割ですよね、法律科目で出てくる分量の5割は得点可能だろうというふうに思われます。なので、論文の知識まずバッチリにしておいて、でプラスアルファを狙っていくのが、担当の基本的なスタイルかなと、こういう、感じかなと思っています。過去問の足中心に勉強していけばね、おのずとも8割ラインはねなんとかなっていくかなという感じは思ってますけども、あまり手を広げすぎると7科目ありますんでね、この担当についてはちょっと大変なところはあるのかなというふうに思ってますが、とにかく論文中心ですね、論文の知識を万全にすることで基礎点を取る、でその上でプラスアルファを狙っていくというね、こういうスタンスが望ましいのかなというふうに思ってます。なので比較的ですね、年内ギリギリまではですね、特に今年ギリギリまでは担当対策というのは論文中心でやっていただいてもいいかなというね、もちろん担当の過去も回していくというね、その中で担当専用の足ですね、どのあたり聞かれているかというところの確認ですよね、これは早めにやっておくのがいいとは言いますけれども、論文中心でしながらですね、担当専用の足がどの範囲まで出てるかと、その辺の確認をね、過去問中心でやっていただければなというふうに思っております。で、これをいつまでにやるかなんですけれども、予備の場合ですね、まずは担当から始まりまして次論文というね、そういう流れになっていくはずです。なので論文の完成は一応予備の後でも間に合うっていうね、そういうことになります。論文力の完成は予備受かった後7月ですよね、来年の7月までに何とかすればいいという感じはなってきますが、ただし担当本格的にやりだしてから論文はほとんどできないということになるのが多いのかなというふうに思われます。なので、5月仮に担当終わった後合格して論文向かっていくときですね、まずは論文のリハビリからやるみたいなね、そういう感じになることが比較的多いかなというふうに思われます。なので、そんなに5月から7月には底上げができないと思って勉強しておいた方がいいかなというふうに思いますね。なので論文力の完成やっぱり今年中というね、そういう目標にはなってくるかなというふうに思いますが、最悪担当後でもなんとかギリギリなんとかできるぞというね、そういうことなのかなと思われます。他方でローの勉強ですね、ロースクール向けで、これから勉強していこうという方に関しましては、とりあえず早ければ今年の夏以降順次ね、論文の試験これが始まってきますので、とにかくですね早めにですね今年中になんとかせなしゃあないと、来年受験という方はまだ1年半あるけれども、今年受験という方はもうこれはね、生クラスに合わせてやってたんで若干間に合わないかなというね、国公立でギリギリね、広報系の憲法をやる頃に、11月ぐらいかな、11月ぐらいに試験があるという感じになりますので、
若干ロースクール、今年のロー受験する方はですね、少しちょっとね、生クラスの講義のペースでは若干ね、間に合わない部分があるかもしれませんので、先々それはやっていくということが求められるかとは思います。はい。そんなことで、まあ、一応合格目標といいますかね、それぞれの合格目標によってちょっと変わってきますし、まあ、来年もね、司法試験受けるんだと、司法試験受けるためにこの講座を受けるんだという方もね、一部いらっしゃるかもしれません。そういう方に関しましてはね、まあ、論文の合格目標は当然来年5月ですし、担当も同時ですね、来年5月と。で、どっちかともね、本試験に関しましては担当が3科目しかありませんのでね、その意味でも論文中心でまずやっていくというのが望ましいだろうと思われます。はい。で、その中で論文中心と言いながらどこまでするかなんですけれども、やるべきことですね。まあ、それぞれにちょっと課題はあるのかなと思うんですけれども、とりあえず各知識、各力ですね。これが論文力の底上げというところです。とりあえずね、論文書くために必要なパーツなんですけども、基礎知識があって、で分析できて書くというね、いくつかのプロセスに分解できるのかなというふうに思っております。まあ大体ですけどもね、論文を解くときの、まあ、順番ですよね。まず読解から入りまして、検討思考、これが入って文章化と、まあ、こういう順番で論文は解いていくんだろうと、まあ、言わずもがなだとは思うんですけどもね、読解して検討して思考してというね、こういうまあプロセスを経ますけれども、ここのところですね、ここに必要なのが基礎知識プラス思考力になってくるはずです。読解して答えを出していくプロセスですよね。ここに必要なのは基礎プラス思考力で、文章化に必要なのはもちろんここは文章力にはなってくるんですけれども、これらの中のどこに課題があるかによって人それぞれやり方が変わってくるかと思います。基礎知識のところはもうある程度あるわという方に関しましては、思考力と文章力を鍛えるというのが中心にはなってくるでしょうし、思考力は大丈夫なんだと、ただちょっとそこのね、基礎のところがあやふやなのがあってとか、あるいは文章力ですね、そこに不安があってという方についてはね、基礎力文章力のまあ基礎底上げということになってくるので、どこにまず自分に課題があるかというのを把握してください。でその上でどこを重点的にやるかによって変わってくるかなと。でこれからまあね、私のクラスでやっていく論文力、合格等作成講座ですね、とりあえずどこにも対応できるね、感じになります。ここの3つのうちのどこにでもね、対応できる形になるかと思いますが、このね講座も一応2種類ありましてね、さらに2種類分かれてきて、講義編といわれる、1年目の知識の確認の講座と、それから実際問題解いていくという講座の2種類に、ね、ちょっと分かれてくるんですけども、どちらにも対応できると思います、ね、基礎知識の確認ということであれば講義編使っていただければいいでしょうし、思考力文章力鍛えたければね、問題検討編こちらの方を使っていただければなということでね、どちらにも課題がある方も、一応ね両方使えるかなということで、この講座は立て付けが整っています。他方で担当力については申し訳ございません。この合格等の作成講座ではカバーしきれませんのでね、担当力に関しての底上げは皆さんご自身で、過去問、それから、ね、それぞれの弱点部分、ね、そこで、まあ、把握していただいて底上げをしていただくということしかできないかなと。まあ担当の場合はですね、論文ほどの知識がいりませんので、ある意味気楽です。マルカペケが判断できたらいいんでね、論文の場合は自分の力で書くというところでかなり深い理解がないと書けないというところがありますが、担当に関してはマルペケ判断できる力があればいいので、まあぶっちゃけて言えば、過去問の足とそれから条文力ですよね、ここでまあ相当程度ねカバーできるかなというふうに思います。その意味で、やっぱり時間かかるのは論文力の方かなということで、こっちをね時間しっかりと使っていただけたらなというふうに思っております。はい。ちょっとプラスアルファとしてということで、予備試験対策向けになっちゃいますけども、予備試験、まあ難儀な試験ですよね。予備試験だとどうしても一般教養対策とかね、実務基礎科目の対策と、これがいるんですけれども、すいません、これはちょっとこの講座ではカバーしてないのでね、また別途ということになるかと思いますが、一般教養はまあやってもそれほど手にならんというね、そういう人が多いので、ある意味ですね、もうやらないという人もね比較的多いのかなというね、そういうふうには聞いておりますが、まあやりたい方はね、これはやってね、取れるところは取ったれでね、英語のところだけでも取ったれとかね、そういう人がいるかなと思うので、そこはもうそれぞれかなと思います。あと実務基礎、これはや
らざるを得ないんでね、実務基礎に関してはそんなに回数いらないので、できる限りですね、一応講座を聞いて過去問解くというね、これちょっとこう実際にねご自身でやっていただければなと、こういうふうに思っております。やること多いなというふうに感じたかもしれませんが、ここ一応それぞれのスケジュールを自分なりに月単位で作ってみてください。とりあえずね、こうやらなきゃなというふうにね頭で思ってるだけでは人間行動しませんので、その次の行動に移すために第一の最後、大まかな月単位のスケジュール、これを作成して実行していってください。多分このスケジュール作らなかったら、だんだんとずる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 直前までね、やってしまうという感じになるのかなと思うので、この月単位のスケジュールですね、これを自分なりにちょっと作ってみてください。週単位、非単位は無理です。なので、そこの週単位、非単位まではいいので、なんとかね、月単位のスケジュール、これをやって、その、ね範囲内でこなしていくというね、こういう感じになるのかなと思われます。まあ、この合格との作成講座の中のですね、問題検討編が今年ライブでやっていくことになりますので、これはかなりね、ペースメーカーになると思います。問題検討編の方がね、ライブクラスでやりますので、6月から週1回ですね、問題検討編で入ってきますので、これに合わせて学習スケジュール組むというのはね、非常にやりやすいかなと思います。まあ、それぞれの、ね、スケジュール次第ではありますけれども、この週1回の講座ではもうね、かったるいわというふうに思う方は去年以前のバージョンでですね、そうガンガン週に2コマとかねやりながらやっていただいたらいいですが、結構このね論文力完成講座、一応合格等の作成講座中ね、そういう名称でやっていきますけれども、まあ予習が大変ですね。予習がまあある意味大変ですので、ちょっとね、あまりスケジュールとしてもパンパンに入れすぎないようにね、ちょっと注意しておいていただけたらなとは思っております。はい、ということで、まあとりあえずそれぞれの目標課題、これを設定した上でスケジューリング自分で組んでいくというね、これを月単位でできたらね、緩めの方がいいです。きつくするのはいつでもいくらでもきつくできるんでね、若干緩めのスケジュールでだんだんと前倒ししていくというね、それぐらいでもいいのかなと思うので、できたらまあスケジュールの、ね、月単位も、まあ、とりあえずはまずはちょっと若干緩めかなという程度でね、組んでみたらどうかなというふうには思っております。はい、その上で、論文の勉強ですよね、ここからどうしていくかということで、すみません、第2のところは若干ね、アナウンスといいますかね、広告みたいなね、そんな感じになってしまいますけれども、論文力完成講座と名前がついてます。時々私ね、以前の講座名を言ってしまうことがあります。論文力完成講座、略して論完とね言っていくことがあります。まあ非常に言いやすいんでね、合格とは作成講座ってね、どうしてもこれ縮められないんでね、どうしても論完論完というね、こういう言い方をしてしまうことが多いんですが、まあここの、2年目講座ですね、合格との作成講座、別名論文力完成講座というふうに思っとってください。で、これについては実は、講座2種類、先ほども申し上げましたが分かれております。講義編ということで、基礎知識の総確認です。で、これはですね、私がセブンサミットテキストという1年目で使っているテキストがあるんですが、これを論文用に縮めまして、民法だったら340ページぐらいに縮めてるね、そういう冊子があります。それで1年目の基礎知識を確認するんですが、論文用の知識として確認します。これがまあね、ミソでありまして、1年目のまあ講座、入門受けていただいた方にはね、またあの話してるわとなるかもしれないんですが、1年目特に他校で受けていただいている方ですね、他校の方は1年目とりあえずなんか断片的な知識は入っているけれども、論文に昇華するというところがなかなかしにくいという人がいるので、それをまあね、視野に入れたような講座になっております。で、論文用の知識ということで、事例を想定して、事例の中で論文解くという設定のもとで、どこでこれが問題になってきてとかいうね、その辺の情報整理というのをね、論文用にしていくというのがこの講義編になっていきます。まあこれやってなくて大変だという方はですね、特に民法相続の分野とか物件のあたりの話とかね、このあたりは当事者の主張反論という形で全然整理できてないわという方ね、非常に多いです。で、そういう方にはこの講義編の講座というのがね、非常に役立つかなというふうに思いますが、1年目で私の入門を受けていただいた方にはね、この講義編は買ったりだけかなというね、そういう意味で私のね、入門を受けていただいた方は、まあ、講義編いらないかなとね、答案作成編だけでも大丈夫かなというね、そういう気はするところではありますが、まあ、両方ね、基礎知識の確認という意味でもう一度聞いていただくと、これはもちろんね、有意義かなとは思っております。できたらこの中でも、答案作成編の方がかなり時間食うと思いますので、こちらを柱にやっていただければなというふうに思ってます。講義編は、まあ、もちろん入門を受けていただいた方もそうですけれども、受けてない方も弱点の発見克服に役立ててください。まあ、特にですね、論文用の知識にできてないところの発見とかですね、これはかなりね、あるのかなと思っております。まあ、論文用の、まあ、発見克服ですよね、弱点の発見克服、これを、答案作成編、ではなく講義編か、講義編の方では弱点の発見克服、
答案作成編では論文力の底上げというね、これを意識しながらやってみてください。はい、ただし答案作成編、毎回約20問です。3時間で20問の解説をしていきます。私の思考過程を示していきますんでね、この問題を読むところから始めます。読んでどこに着目しながら読んでいくか、それもやっていきますし、あと実際に答案構成まではいきませんけれども、答案構成的なメモを皆さんに示していきます。私だったらこういう順番で考えて、こうやって整理して、はい終わりというね、この辺のプロセスを示していきますので、これがまあね、講義時間の大半占めてますが、20問解くのに皆さんどれぐらいかかるかですね、20問皆さんには準備として答案構成ぐらいまでは作ってきていただきたいと。答案化まではいいです、答案構成ぐらいはできたらやってくださいということになりまして、これがですね20問ありますんで、1問20分で解いても400分かかるという計算になりますので、そうなると6時間40分ですよね、少なくとも予習で6時間40分はかかるというふうな計算で週のスケジュールを組んでください。ですので、予習時間6時間40分で、その後講義が3時間で、復習もそれなりの時間取ると思いますので、論文用の講座、今回の、答案作成編だけで10時間ぐらい週ね、使ってくるかなと思いますので、そのあたりね、ちょっと組み込むときに注意をねしていただければなと思っております。で、毎回ですね、答案作成編に関しましては論文問題の検討です。まあ補充のインプット若干することがあるかもしれません。補充のインプットを言うてもですね、もうテキストは参照しないということがほとんどですので、1番ですね、テキストセブンサミット発展編と書いてますけれども、これ講義編で使うテキストのことを指してますね。講義編で使うテキストのことを指してますが、問題検討編の方ではほとんど参照しないと思ってください。問題検討編の方では講義用のテキストですね、これほぼ作成、参照せずに、論文の問題集プラスアルファ、これをガンガン問題解いていくというね、こういう講座になってくると思ってください。で、早いうちに皆さんの勉強に役立つようにランク付けします。100何十問ぐらい民法をねやるんですけれども、これを全問やってもらうと言ってもまあ力の入れ方もあるでしょうから、やらなくていいランク C ランクというふうにしていきます。 C ランクはね、まあ何問かに1問あるんでね、ラッキーという感じですね。この辺が当たったらオアシスだとね、そう思ってたらいいのかなと思うんですが、この C ランクについてはもうやらないという前提で結構ですが、ちょっとこれはおそらく第1回目の講座、講義の中でね、ランクを示すということになるので、1回目は申し訳ないです、20問まではちょっときっちりやってもらうという感じになりますけれども、2回目以降の予習に関してね、この C ランクというところね、そこで、少しね参照していただければなと思ってます。で、 できる限りね、事前にアナウンスしたいんですけれども、皆さんがどこまで私の情報にアクセスできるか次第でね、多分ブログに載せるのはちょっとしんどいところあるんですけども、ツイッターなんかでね、C ランクはここだよとか多分言うことがあるかもしれませんので、ツイッター見ていただいている方はね、そこで、あ、 C ランクこれかということで参考していただければなと思っております。はい、で、あとできたらね、ランク付けの中で B、A、 この使い分けの意味をちょっと知っていただければと思ってます。 B になっているのは重要ではあるんですけれども、入門レベルの知識で解ける問題が B になっております。要は現場で考える作業がほとんどいらないと。入門の知識が完璧に入っていれば考えなくても答えが出せるというのが B と思ってください。で、それだけじゃどうしようもない、考えなきゃいけない部分があるのが括弧の 1A と、こういう感じで整理できるかなと思います。で、おそらくですけども B になっている部分はインプットの知識確認にも使えると思います。括弧の2、ね、B ランクになっているところについては入門レベルで解けるはずですので、どこに自分に穴があるかというのも、ね、見えやすいかなということで、B ランクの使い方としては、ね、自分の基礎知識の、まあ、なんていうかな、穴確認ですね、弱点の確認に使いやすいだろうというふうに思います。他方で括弧の A 問題、これは皆さん悩んでください、ね、とりあえず時間制限をする中で、自分なりに答え出すというのが望ましいんです。なので、60分、考えてとかそういうのは決してやめてくださいね。だいたい60分問題が多いと思いますね。60分問題、ないしは70分問題です。予備試験の問題だったら1問70分、9種の問題、ロースクールの問題だったらだいたい1問60分という時間制限ですので、まあ、せいぜい考える時間は20分ないし25分ですよね。20分ないし25分で答案構成まで終わるという状態にしていただきたい。で、その中でどこが考えどころか、括弧の一番 A 問題では分かってください、ね、ここは基礎知識で解ける、
こっから先考えなきゃいけないというね、考えなきゃいけない部分は少なくとも自分なりに把握できている、こういう状態に予習の段階でしていただけたらなというふうには思っておりますが、とりあえずまあここはね、また後ほどお話ししようかなと思いますが、まあ基礎知識がないとね、どこが考える問題でどこが考えない問題か分かんないということになると思いますので、まあこの括弧のうちですね、考えるべき部分が特定できるぐらいになってたら、おそらく論文力相当高まっているとこう思ってくださいね、考えるべき部分が分かって自分なりにある程度の答えが出せるというふうになったらね、非常に高いレベルまで来ているかなとこう思っていただいたらいいかと思います。はい、で、括弧の1過去の2、復習の仕方もちょっと変わります。 B ランクになっているところは要は入門レベルで解けるはずですので、そこで分からない部分が出てきたら入門の復習してください。いいでしょうか。基礎知識の復習が括弧の2のところから出てくるところです。他方で括弧の 1A 問題についてはもちろん基礎知識でここまではいかなきゃいけない部分というのもありますけども、基礎知識でいくべき部分から考える部分、ここで詰まっちゃった方については私の考え方を盗んでください、考え方をできれば僕は一般化してお話しします、こういう問題に関してはこうしたらいいとかね、そんなこう場当たり的なお話じゃなくって、基本的にどんな問題でも役立つようにこういうふうな困り方したらこういうふうにしたらいいんじゃないかとかね、そういう形の一般化者ノウハウというのを皆さんに提示しますので、その一般化者ノウハウというのをどんどん積み上げると、そういう復習を A 問題ではしていただきたいなというふうに思っております。まあ論文力完成講座の時代からですね、結構積み上がったものがありましてね、その時代から問題の解き方集虎の巻みたいなね、そういう一応冊子ができているんですけども、そこに、まあ、自分なりのノウハウ本ということでどんどんとね、新しいノウハウいうのをどんどん積み重ねていくと、書き足していくですね、書き足していくような感じで自分のノウハウ本というのをね、完成してもらえたらなと思っております。はい、2ページ入ります。論文の勉強の仕方、まあどっちかというと講義の準備の仕方になってきますけれども、講義前の準備はまあ結構大変ですけどもね、まあとりあえず答案作成ぐらいまではいかないですね、答案構成ですね、答案構成まではちょっとしてきてください。ただ答案構成いうので、ね、最初ちょっとやってみるとほとんど論文になっちゃったっていうね、そういうのはまあ言って出てくるんですけれども、答案作成メモも自分が分かれば結構ですので、自分だけの略語とかどんどん使ってくださいね、その答案作成のその、ごめんなさい、答案構成のスキルというのもやはりこうね、繰り返ししていく中で積み上がってきますので、自分なりの略語ですよね、自分で分かるだけの略語を作っていくのは全然 OK ですからね、分かるメモを作っていただければ結構です。はい、私が時々ね、書いていくような感じがありますけれども、まあ、例えば、ね、原告が被告に対してどんな請求できるかというものの時にね、まずは例えばですけども、所有権に基づく明け渡し請求と、もう誰も読めないと思いますけどね、所有権に基づく明け渡し請求、まずまあ原告の主張ということで入っていくんですけどね、原告の主張、所有権に基づく明け渡し請求だと。で、X 所有、Y 占有、これがあって X 所有についてですね、こうで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 とこんな感じでね書いていったりしますけども、まあ、自分が分かればいいのでね、とりあえずもうこういう形でどんどん答案構成していく。で、これに対して被告の反論として、例えばですけども占有権限の抗弁だとかね、そんな感じでどんどん積み重ねて占有権限の主張としてこれとこれとこれとこんな感じのね、答案構成作っていきますが、まあこれだけ見てですね、他の人は分かんない。でも自分が分かればいいですからね。答案、私だったらこれも見ただけで、あ、原告の主張これで被告の選考だなという順番で書いたらいいというのが分かるんで、これだけでも答案構成者成り立ってます。自分がそれを見たら答案ができるぐらいのね、そういうものがあれば結構ですので、そういうものをね、作っていただければいいよと、こう思ってください。はい。で、まあ、この中にね、必要に応じて、まあ、解釈論ね、論じなきゃいけないと。ああ、ここのとこ、原告書いうところで192条いるなとかね。そうだったら192条をね、書いておくと。192条で、あ、ごめんなさい。明け渡しの場合192条じゃないな。94条二項類推とかですかね。94条二項類推。まあ、こんな感じのメモでも自分だったらわかります。94条二項類。ね、こう書いてるわけですが、まあ、別にる、でも結構ですね、この辺は94条2項だけ書いてもいいと、どっちでもいいですね、直接適用だったらもう数字だけで、類推適用だったら波線入れるとかね、そういう人も中にはいますけどね、この辺はもう自分なりのメモができたらいいかなというふうに思っております。はい、あとまあ答案構成に関してですけども、もう本当にね、慣れたらどんどん短くなるんでね、この短い答案構成というのは多分私の講座の中でね、あ、これでわかるんかこいつはってね、なるかなと思います。私のね、答案構成本当に短かったりするしね、これでほんまにわかんのってね、心配になった方は直接聞いてください。なんでこれで答案作れるんだと、ちょっと疑問を持った方はね、聞いていただければなと思ってますが、もう本当に慣れればどんどん短くなります。で、まあここの講座とはちょっとね、関係しないんですけれども、司法試験の
問題を解くゼミがね、私担当してるんですけども、司法試験の問題っていうのは2時間で、問題解くというね、そういうものになってるんですが、2時間で答案構成どれぐらいでやるっていうね、そういうふうな、まあ、問題をね、結構、ゼミの中でもお話しするんですけれども、早い問題だったら答案構成2時間問題でも25分で終わりますね。20分か25分で終わる。でそれ行くためにはどうするかっていうと、読む時間は早められないんで、答案構成の時間短くするんですよね。それによってとりあえずね、書き始めるまでの時間を短くしていくというね、こういうまあ戦略になってくるかなと思います。で、思考パターンというのはもうどんな問題でもね、同じような思考パターンでいけますので、その思考パターンが確立できて、かつ手控えのメモが雑でも分かるメモでもね、自分で作れたらですね、もう本当に答案構成としては20分、25分、30分ぐらいで終わっちゃうと。で2時間問題でもそこでね、終わるような、そういうふうなスキルを皆さんもね、つけていただきたいなというふうに思ってます。はい。あと、講義前の準備としてですね、皆さん答案構成作ることになるかと思うんですけども、検討の際に自分が詰まったところは分かるようにしておいてくださいね。ここで詰まった、ここが分からんかったというところね、そこは分かるようにしておくといいかなと。でノートの取り方として、まあ皆さん昔ねちょっとやったことがある人いるかもしれませんが、私が実は高校時代からね、数学の授業なんかでよく使ってたやり方ではあるんですが、左に自分の答案構成書くで、右側に気づいたメモとか板書のまあ参考になるようなものを入れ込んでいくと、こういう感じのですね、ルーズリーフ A4 であれば左3分の2のところに縦線入れてですね、左に自分の答案構成、右にメモというね、こういう感じでこうやっていくと、まあ何ていうかな、自分の弱点とかもね、分かりやすくなったりということで、非常に参考になるかなというふうに思います。まあ左と右で色変えて書いたりとかね、それも非常にいいと思います。左は基本黒で書く、右はなんか色付きでね、自分で悩んだところは例えば青で書いたりね、でから講師の話で、参考になったところは赤で書いたりとかね、そういう感じで自分なりのこうメモの、分かりやすい取り方ですよね、これをちょっとね、作ってもらえたらなというふうに思っております。であと可能であればで結構です。詰まった場合、なんで詰まってんのかなという原因までちょっと考えてみてください。おおむねですね、読み間違い、知識不足、応用箇所になると思います。で、知識不足であれば、これは基本テキストに戻って、これは弱点だよというふうなマークを入れておいてください。まあ、付箋でも結構です。ここに弱点だよというふうに分かる付箋、これを引いていただくとかね、ついでにまあ復習までしてしまうというのもありだろうと思いますけれども、そこのまあ原因考えて、ね、解けなかった理由が、知識不足なのか応用なのかというね、そこの線引きまでね、できてくるとよりいいのかなと、こういうふうには思っております。はい。あと、講義後の復習ですけれども、はい、講義後の復習、まあ、アウトプット系の講義では常に言えるところでありますけれども、バッチリ自信持って解けた問題は二度と見なくて結構です。バッチリ自信持ってまでいかなかったんであれば、もう一度解くというタイミングをどっかで見定めてください。まあ、よくね、皆さんも問題集なんかにね、最初解いた日付書いていたりとかね、そういうことをしている人いると思いますけども、最初解いた日付はまあ各問題ね、どんどん書いていくというのは全然ありだと思います。ね、最初に解いた日付で、もう完璧に解けたらもうここで丸としとくと。で、1回目でちょっとあやふやだったとなったら三角とかペケとかしてですね、2回目解くというのが分かりやすくね、なるようにしておくといいのかなと。まあそういう意味でね、講義後の復習の際、自信持って解けた時で、かつ、私の解説もほぼ変わらないというようなことであるならば、その問題もいらないということでペケですね。そういう感じでね、どんどんと直前にもう一度見直す問題減らしていってくださいね。このあたりにどうしてもね、直前に見直す問題、全部やろうとかね、そういう人が出てくるんですけども、時間の無駄です。解けた問題2回解いてね、嬉しいのは自己満足の点だけです。でそういう意味でね、あまりこうね、スキル磨きになりませんので、完璧に解けた問題は飛ばしてください。でこれ担当も一緒です。担当の5択のね、中で自信持って排除できた足についてもう二度と見なくてもいいですし、5問とも見れたやつとかも全然いらないということになりますので、自信がなかったとこだけね、再度やり直すと、こういうふうなね、問題の解き方というか問題の復習の仕方をですね、していただければなと思っております。で原因次第です。解けなかった場合の原因ね、対応については原因次第でして、読み間違いだったら落ち着けという話になります。まあ私時々やりましたけどね、X と Y 取り違えだと悲惨ですよね。X と Y 取り違えたら請求内容全然ちゃうやないかという話になってですね、まあそれは時々ありましたが、これはもう落ち着くしかありませんので、ね、読み間違いはもうね、自分なりに落ち着けとどっかに書いておいてくださいね。ノウハウ本のどっかに書いておくといいですね。読み間違いその1、2、3とかね、そんな感じでこうね、正の字でこうね、足していくと。これやるとですね、直前にね、私見直したら5回もやってるやんとかね、そんな感じで分かったりするんでね、この読み間違いはどっかにね、読み間違いの解
回数をカウントする場所ですよね、これを置いとくと戒めになるかなと思います。はい、他方で知識不足だったらやっぱりこれはもう弱点ですので、もう一度戻っていただく、ね、復習をしていただく、もうこれしかないでしょうし、場合によってはね、直前期にまで残る弱点はもう書くしかないというね、そういうことも出てくると思います。もう書いて覚えていくというね、そういうスタンスが必要になってくることもあるでしょう。とにかくね、絞った弱点克服するには書いて覚えるというね、もうこれしかなくなってくるかなと思いますので、できたらまあそこまでね、でなってしまう知識は減らせるに越したことないなというところではあるかと思います。はい、応用箇所間違えたとか分かんなかったらノウハウ盗んでください、ね、私のノウハウね、まあいろいろと、汎用性のあるノウハウに、仕上げていきますので、まあ、そこをね、ノウハウ本なんかに書き足しておくという感じにしていただければとは思っております。はい、その後論文の検討方法第3のところに入っていきます。はい、ちょっと今日の予定としまして残り30分ですけども、問題検討の方法第3でお話しし、ちょっと実践で第4ですね、9紙の12年の問題で、私の思考方法こうなるよとか、答案構成こんなのよというね、これをちょっと皆さんにご紹介しようかなというふうに思っております。で、論文検討方法なんですけども、基本的なスタイルは全科目共通です。で、ここに 1,2,3,4 とは書いたもののですね、まず書いてないところで意識してほしいのが、解き方踏まえて実践する、これをやってほしいなというふうに思います。各科目ですね、オーソドックスな解き方がありますので、解き方を踏まえて実践、これも大前提と思ってください。で、私の入門を受けていただいた方は入門のレジュメに載ってますので、ね、問題の解き方というのを、ね、再度確認してですね、それでそれを踏まえて解いてみると、こういうふうなことをまずはやってみてください。で、それに加えて、まあ、各科目共通の要素としてピックアップできるのが第3の1から4とこう思ってください。共通の解き方というのはね、ある程度こう要素としてエッセンスね、抽出できるところではあるんですけども、まあ基本まずは時系列整理しないとどうしようもないので、まあ時系列整理から入りますが、原告側から考えるというね、この視点を常に持っておくといいです。民事だったらこの原告側から考えるというだけでもね、もう本当に答えはね、半分出たようなもんになってきます。原告のまず、求める主張ですね、効果と書いてますが主張です。これを条文等から拾い出して要件検討する、こういうスタンス、まずは出発点はこれになると思います。刑事であればこれは検察官の目線になります。検察官の目線で重たい罪から考えて、その重たい罪の成立要件を検討していくという話になってきまして、ほぼ全科目共通です。まず原告側の主張を網羅する、こっから入ってみてください。で、その中に条文判例の基礎知識というパーツが出てくるんです。で、その基礎知識になってくる基礎パーツに不備不十分があれば、それは復習で補うということになってきますし、その要件のところでちょっと現場思考があるというふうなこともあるので、そうなってくるとそれは現場で考える、ね、応用問題ということで応用の仕方を盗むというね、こういう勉強をしていただければなとこう思っております。まずは原告の主張を網羅する、要件充足性網羅するですね、これは常々ね意識しておくといいかなと思います。憲法でも一緒、行政法でも一緒です。とりあえず原告の主張を網羅するというね、これはもう前提知識、前提のこうね、論文の要素だなというふうに思ってください。で、その上で反論があるはずです。争点があるはずですね。で、ここは論点探すという意識は絶対持たないでください。被告側の反論は否認か抗弁かのどちらかになるはずです。否認であればね、単純否定で結構です。問題文の事情からこういう事情から、ね、例えばね、盗んだ窃盗に当たらないね、摂取したに当たらないとかね、そういう否認であれば否認で結構ですね。不当利得の利得がないという反論であればそれはね、そういう反論で結構ですが、抗弁になることがあります。抗弁の場合は要件充足性を別途検討するということになっていきます。まあ、原告側の主張、被告の反論という視点で見ていただいたら結構ですが、被告の反論は否認か抗弁かのどっちかです。これは民事問わず、民事刑事問わず、候補も問わずですね、原告の主張、被告の反論、原告はまずはね、訴訟物があって請求原因等を主張していく、罪名があって要件検討していく。で、被告側については今度否認か抗弁かという形になりますけれども、被告側の、抗弁になってくるものですね、民事であれば、ね、物件的請求に対する占有権限の抗弁とかですね、いろんなものがありますし、刑事であればですね、違法性訴却とか、責任訴却事由ですよね、この辺がまあ抗弁的な、ね、位置づけになってくるかなと。こういうことで、まあ、要は原告の要件ね、被告の要件それぞれ検討していくと、これが基本姿勢ですので、
これができたら、まあ、ある意味ね、論文としては、分析力も大丈夫かなというね、そんな感じになります。あとは本当にパーツパーツの不備ですね、これを補っていくという感じになるのかなとは思います。はい、ただまあ各科目ですね、もう少し細かいね、その重要な視点というのがあって、ありますのでね、その辺の重要な視点は各科目の中でお話しするという感じにはしたいと思いますけれども、基本的にはまあこのね、原告の主張を網羅する、被告の反論を網羅するというね、そのあたりでまあ答えは出していけるかなと。で、困ったらどうする、困ったらほぼ当事者と条文に立ち返るというね、そんな感じになります。困ったら当事者何言いたい、条文に何か手がかりないかな、どっちかかなと思うんですけども、おそらくです民事は当事者目線がめっちゃ役立つと思います。この当事者何言いたいかな、多分こういうことを言いたいんちゃうかなというふうな感じでね、困ったら当事者、まあ当事者目線が出てこなければ条文というね、そんな感じになるかなと思いますが、困った時のちょっとね、頼りどころというのもねちょっと持っておいてもいいかなと思っております。はい、まあそういうことでね、この辺の、まあ、論文の基本姿勢ですね、これをまず踏まえて解いていく。で、問題解いていけば解いていくほどこの問題の解き方は確立されていきますので、まあこの、講義編じゃなくて、問題検討編です。問題検討編で問題数ね、まあ民法であれば100問ね、超えてくるでしょうし、全科目ね、やっていけば多分500問近くね、問題検討するのかなと。まあその中でおそらくね、論文力は相当上がるというふうには僕はね、思っております。まあいろんなね、受講生ね、見てきましたけれども、講義編よりもこの問題検討編ですね、問題検討編で最後までついてこれた方ですね、ほぼ論文力に関してはね大丈夫かなというね、そんな感じのね感触を得ている方が多いです。あとは担当になるんですけどね、担当のまあ積み上げということがねなってくるんでしょうけれども、まあその辺はね論文力は相当ね、基礎付けできるかなというふうに思っております。はい、あともう少し細かいお話、3ページのところでお話していきます。論文基礎付ける、論文力ね底上げするという意味でやっぱり大事になってくるのは原告側の主張だろうと思います。原告の主張で網羅する、網羅してない人が多いです。構成要件なんか漏れてるとかね、あるいは原告の請求原因の要件漏れてる。まあよく見ます。漏れてちゃどうしようもないですね。時効取得の要件なのに援用忘れてるとかね、まあ時々ありますけどね。まあそんな感じで要件の網羅いうのはきっちりとね意識しておいてください。あと解釈論。まあ考え方は分かれるところ解釈論と言ってきますけれども、解釈論については結論を左右するときだけ示すという感じの方が望ましいと思います。結論を左右しないのであればもう結論だけパンと書くっていうね、結論と言います解釈だけね、定義だけ書くとかね、そんな感じでも全然結構です。とりあえず解釈論については急ぐ場合にはもうね、その判例の結論だけバンと書くとかね、そういうのも全然 OK ですし、まあ理由があれば望ましいという程度だとこう思ってください。で、どっちかというと問題定義とかをやろうとか絶対思わない方がいいと思います。特にまあ私のクラス以外の方はね、問題定義は命だとかね、そういうふうに言ってる講師が中にいるというのは聞いておりますけども、問題提起というのはね、点があるかというと、まあはっきり言って都市伝説です。問題提起に点があるというふうに思うんだったらその論拠を示せっていうね、僕はそれぐらい思ってます。問題提起のところに配点があるというふうに読めるような、出題し採点時間ならちょっと僕にはね見え出せないかなというふうに思ってますけれども、この問題提起はやらなきゃいけないと思わない方がいいです。むしろ、解釈分からずのところであれば、例えばですけどね、錯誤という文言があるけどね、錯誤については動機の錯誤も含むと考えるべきだというふうに結論をパンと出すんですね。そうするとあとも理由をなぜならという形でつなげれば解釈を示したことになるんでね、錯誤にね、従来は、公開詞と、ね、表示の不一致を言うところで動機の錯誤についてこれ含まれないと返されているけれども、本件について動機の錯誤含まれるかが問題となるとかね、もうこんなこと書いとったらですね、それだけで4行も無駄です。それ書く暇があるんだったらもう他のところでね、ちゃんとなんていうかな、全部の要件網羅するであるとかね、書くべきところをきっちり網羅する、まあ、そういったところで点取るべきで、問題提起に点があるというのは僕は、まあ、予備校が作った都市伝説だというふうにご、確信をしております。なので反対説書くもそうですし、問題提起書く絶対いらないなというふうに、ね、思ってます。書きたい方は書いても結構ですけどね、ただまあ多分時間と、それからスペースね、これの無駄になることが多いかなと思ってます。はい、あとそれよりも条文の指摘きっちりやってください。もう特にもう出てくる条文は全部指摘するぐらいね、それぐらいなっとってもいいかなという感じですね。特に相続系の条文になってくると原告死んだでその後ですね、子が相続するとかね、そうなってくると相続開始の条文、それから共有になるという条文、
から共有の持ち分の条文ですよね、それになってくる条文が全部引けるわけです、ね、例えばですけども死んだであれば880で相続開始で896で相続、ね、開始ですね。で880に896かな。でそれで共有になるという898が出てきて、でかつね子であるならば887あたりが引けて、でこの持ち分については900条あたりね、配分が条文があって、でそれで遺産分割未了なので、原告としては4分の1の持ち分があるとかですね、そんな感じの、まあ、答えが出てくるんですけども、ここに無数の条文が挙げられることがあります。できる限りこの条文の指摘ですよね、これを丁寧にするということは忘れない方がいいかなというふうに思っております。はい、条文の指摘のところね、もう1個拾えば1個チャリンチャリンと点が入るというぐらいに思っていただいてね、丁寧に条文拾うということはね、意識しておいて損はないかなと思ってます。はい、あと定義意識しておいてください。昔は民訴が定義大事というね、そういうふうに言われてたんですが、今は逆、民訴ではないかなと、むしろ刑法です。刑法の構成要件の定義というのは定義集を自分で作っておくというぐらいにしておいてもいいかなと思っております。構成要件各論の特に個人的法益に関する定義ですね、個人的法益に関する実行行為は定義集絶対作っておいた方がいいかなというぐらいね、この基本的なところで取れるところだと思ってます。取れるところで取らないとなかなかね、なかなか点取りゲームではね、上にはいけないというところがありましてね、まあ、野球好きの方にはよくわかると思いますけどね、ノーアウト満塁で点取れないときは悲惨な面になりますからね、そういうふうに考えていただくと、定義、条文、取れるところです。ノーアウト三塁で、ね、条文拾ったら1点、ね、そんな感じで思っていただいて、ね、何しろ定義書いただけでノーアウト二三塁で2点入ったとね、そんな感じで思っていただいてですね、こういう、まあ、誰でも書ける、そんなところで落とさないようにはね、していただきたいなと。で、問題提起なんかはね、ほとんど最近書かない人が増えてきてますんでね、そういう意味では問題提起で悩むぐらいのね、まあ無駄なことはないかなということでね、問題提起書かないのを基本スタイルにしていただいても全然 OK かなというふうに思っております。はい、この辺まで来てくると、どこで差がつくかというのがね、皆さん大体ね、こう想像ができたかなと思うんですけれども、論文で一応の数字に解くのに欠かせないもの、まあ、これは司法試験の過去問とか、ね、予備試験の過去問からでも言えていくところではあるんですけれども、誰もが書けるはずの条文、定義、判例で落とさない、もうここにまずは集中してください。原告の主張の中で絶対拾うべき条文、絶対拾うべき判例というのがあるはずです。そこを落とさなければ一応の数字は入ってます。でその上で加点自由拾っていく中で一応の水準から良好というラインに上がっていきます。どんなところに加点自由があるかというと、まあ、判例の理由付けであったりとか、まあ、趣旨を正確に示せるであるとか、あるいは網羅性であったりと、あとプラスアルファ、次にお話ししようと思ってましたが、事実の評価、まあなどなどです。このあたりで加点自由がいっぱい転がってますので、なしは関連条文、これやると手広がるんでね、あまりお勧めしませんけれども、加点自由ですね。まあ、会社法なんかでは役に立つと思います。2個を指摘するためには1個を指摘してから2個行くとかね、そういう形で加点自由を狙っていくというね、そういうのはまああったりしますけれども、このあたりね、加点自由を狙っていくと良好に近づいていくと。ただし良好に行くためにも、これまずこれあってのお話です。ベースはこれです。誰もが書けるはずの条文定義判例で絶対落とさないと、これがあって加点自由でカバーしていけるね、より上に狙っていけると。でプラス現場で考えなきゃいけない部分ですよね。ここにそれなりに解意が示せていれば、もちろんこれは良好以上優秀まで入っていくね、そういう可能性のある部分かなと。
まあ、現場志向のところがどうしてもね、難しいということでなかなかできないよというね、そういう方おるかもしれませんけども、ここはあくまでも加点自由だよと、こう思ってください。現場志向の部分できるに越したことないですけどもね、これをどんどんできてくるようになってくると、ほぼどんな問題出ても大丈夫という自信につながるんですな。自信につながるという意味で、これはどんどんとやっていただいて、ね、論文に対する、まあ、自信をどんどんつけていく、どんな問題でも大丈夫だというね、そういう、まあ、論拠付けに、ね、なっていくのかなと思っております。はい、そのあたりがお話の、中心でありまして、その後ね、いろいろと書いてますけども、抽象的要件、まあ、必要性とか相当性とかね、ケースだったらあると思いますが、あるいは、まあ、憲法だったらね、目的の必要不可欠性とかね、その辺のまあね、抽象的な要件出てくるときは、評価、事実評価ね、これはきっちりやると。まあ、刑法でも過失とかね、いろんなまあところが抽象的な要件ですけれども、そういった抽象的要件は事実評価をね、しっかりとやると。で、これも実はノウハウとして持っておくといいです。事実評価のポイントですけども、比較、当事者目線もめちゃくちゃ使うと思います。似た事実と比較するとかね、これ非常に役立つと思います。それから当事者だったらどう受け取れるか、一般人がどう受け取れるかとかね、それも非常に役立つお話ですので、まあ、これはどっちかというとね、刑訴法以下でよくやるかなと思いますが、ちょっとね、民法でも出てくるところはお話したいなというふうに思っております。はい、まあ、いろんなノウハウありますが、ここは、ね、論文解く中でね、皆さんマスターしていただけたらなというふうに思っております。はい、現場志向のお話です。下から2つ目の米印、未知の解釈論どうするか、趣旨から書くしかありません。趣旨から書くしかありませんので、この趣旨はじゃあどうやって出すか、誰のどんな利益を守ろうとしているのかと、これを書いていただければ、まあ、現場志向はそれなりにね、点が取れていけるかなというふうに思っております。はい、未知の解釈論は、まあ、これはもうはっきり言って加点自由中の加点自由ですからね、それよりもまずは基礎知識で絶対落とさない上に、未知の解釈論のスキルも高めていくというね、こういうスタンスを持っておいてください。はい、あと悩むべきポイントは絶対作ってます。問題文の中でね、ここは悩むべきポイントだよというね、問題必ず予備試験ではありますし、司法試験でもね、ところどころ、まあ最近ちょっと簡単な問題が増えてますけれども、悩むべきポイントはあります。9種の問題大体ありますね。結論どっちとも取れると。どっちにも行けるときには、どっちかだけ書くのはちょっと品がないという感じですね。確かにしかしという形でね、悩みを示してください。ね、確かにこの事情からすると適法とも思える。しかしこういうふうな事情があって、こういうふうな事情も加えると、やはりね、行為者に与える影響重大なので違法と考えるべきだ。とかね、そういう形でね、悩む形、確かにしかしツルバトロンポとね、僕言ってたりしますけれども、こういうまあ形をね、示しておくと、まあ加点順をまた狙っていけるかなという感じになるかと思います。はい。以上、そういうことで、ね、問題の解き方みたいなところをね、ちょっとここまでお話ししてきたところでありまして、最後まあ10分ほどで、第4の実践というね、これをやっていこうかなというふうに思っております。はい、事前には皆さん見てないだろうというね、あまり問題検討してないだろうという前提なので、この第4のところですね、もうあこういうふうにこいつは考えるんだなというね、参考までに見ていただければと思っております。まあ1回解いたことのある方ね、9試、10人の問題ですけれども、見ていただければいいかなと思っております。まあもうね、あまり時間もないので一気にね、ちょっとやってしまいます。はい、こういう問題見たときにどこから見ますか、皆さん見ますかというと、おそらく、ね、多くの方は最後の問いのところから見てるはずです。問いのところをまず確認すると、 AB 間 AD 間の法律関係論ゼロになってます。法律関係という問い方は、まあ旧史の時代とか、あるいは予備試験でもたまに見かけなくはないんですけれども、法律関係と聞いたら主張反論が複数あるというふうな頭で思っていただいたら結構です。ね、法律関係というふうなことを、目にしてですね、何書いたらいいんだというふうになりそうな人がいるんですが、主張反論が複数あるという頭で主張反論を考えるというスタンスで結構です。はい、ということで AB 間の主張反論と AD 間の主張反論、これを考えていく、こういう問題だなとこう思ってください。はい、決して、ね、聞かれてない BD 感とかね、あるいはまあ C とかね、その辺のことは考えないというね、こういうスタンスでやっていきます。はい、実践、問題見ていきますと、 A が画商 B から、著名な画家の署名入りの絵画、本件絵画を2000万で買い受けところですので、まあ、手短なメモとしてはこれは最低限書いていくでしょうか。まあ、B から A に対する売買ですね。で、代金払って引き渡しを受けたと。はい、この代金払って引き渡しを受けたところね、履行したという部分、私は基本問題文の中には、手短な中には入れません。
未精算の部分があればそこだけ書いていくというね、未精算、要するに未払いとか未引き渡しであれば一応書いておくと、これはね、支払い請求とかないしはね、なんかのね、反論、主張反論に使えるということになりますが、履行済みのものについてはもう基本的にはね、入れない方がいいのかなというふうに思ってます。はい、その際、AB は本件買いが C の新作と思っており、で、新作であれば通常の取引相当額であったと。まあ、この辺から何を想像するかですけども、偽物の可能性があるんだなというふうに読んでください。ね、偽物だったらこれは錯誤のお話だなとかね、その辺もついでにね、読めるところではあります。で、その後、A は自宅改装工事のために、画廊を経営する D に対して、1日1万50日。ということで、保管委託ですので帰宅契約です、丸木と書いておきます。で、報酬は前払い、ちょっと特徴的ですね、前払い一日一日その都度払ったじゃなくてね、前払いで、その後本件買いが偽物である100万の価値しかないことが分かったと。偽物100万の価値しかないと。こうなったらまあ AB 間ではもういいよねとね、お互いに返し合おうというふうな形にしていくはずですね。で、その交渉してたところ、引き渡し後20日目に絵画が滅失したと、こんなお話になってます。で、林家からの出火による炎症によってと書いてまして、隣の家で火が出たけれども、それに D に責任がある方は基本ないと思ってください。で、隣の家の失火にですね、 D さんがなんかね、放火したとかね、そういう話別ですけども、まあ、普通はそういうことはないので、林家の出火による、まあ炎症ということですので、 D にはこれは奇跡自由なしと、こういうふうにもう読んでしまった方がいいかなと思います。はい、丸木なしというふうに書いておきます。自分が分かればいいんでね、皆さんに分かるようには書いてませんけどね、自分で分かればいいので、もうこれはね、自分の手控えとして紹介しているというね、こういう形です。はい、で、この中で AB 間 AD 間ということで、はい、本当はこれ色使っちゃいかんとね、言われてるんですけどね、分かりやすいようにちょっと使っておきます。 AB 間と AD 間ですね、ここでの主張反論を考えてくれと、こういう問題になっていきます。はい、で、皆さんはどこから考えるかと、まあ、素直に AB 間から考えた方がいいと思いますね。AB 間でどんな主張反論があるだろうということで、まあ、どっちから考えてもいいだろうと僕は思います。はい、とりあえず物はなくなっているので、どっちかというと、まあ、金の方から書いた方が書きやすいかなというね、そういう気がしますので、これ買った A の方からですよね。買った A の方から B に対して、金返せですよね。おそらくそういう主張をするはずです。金返せと。で、金返せは、これは703、不当利得返還請求だなと。不当利得返還請求の根拠としては、錯誤無効だなと。こうなるはずです。ところが今回、錯誤の要件ですね。要素はいいとしても、本物を偽物だと思った。じゃあ逆だ。偽物を本物だと思ったということなので、これはいわゆる動機の錯誤です。ですので、錯誤の解釈ですな、動機の錯誤を含むというふうな解釈をしていかなきゃいけません。ただし、動機の錯誤を含むためには、動機が明示目次に表示され、意思表示の内容となっているという判例の解釈をまあ示していくということになりますね。まあ、今回は代金に反映されてますよね。偽物であれば100万。本物だと思ったから2000万ということで、2000万という高額なところに、動機が明示に、目次に表示されている。で、かつ契約内容。になっているというふうに言えるかなと思います。はい、ということで、まあ、錯誤無効の主張はいけるでしょう。から両方とも錯誤と思ってたということで、共通錯誤の話ですね。ここはちょっと若干ね、論点的になるのかもしれませんけども、共通錯誤の部分もあります。一応共通錯誤も触れといた方が安全ではありますが、加点自由でしょう。共通錯誤ですので、重過失あっても無効と、こうなります。まあ、これは加点自由ですよね。動機の要素の錯誤があれば無効というふうになるわけですが、共通錯誤なので重過失あっても関係ないという加点自由というね、こんな書き方になるかなと思います。
おそらくこれで請求原因は揃ってるはずです。これに対する反論、 B としては何か言いたいことないか。で、金返せに対して B の反論ですが、不当利得の要件のところで争うのは難しいような気がします。利得損失法律上の因果、法律上の原因関係、多分要件のところでの否認は難しいので、抗弁、これ言っていくのかなと思われます。で、債権的請求に対する抗弁に限らずですが、被告の抗弁には実は三類型あるというのを知っとかなきゃいけないんですね。権利不発生の抗弁、権利行使阻止の抗弁、権利消滅の抗弁というね、この3つがあるので、このうちのどれかになるはずです。これ実はまあ民事系のね、共通の思考の方法になってくるんですけど、頭の引き出しで持っとかないとね、これ大変です。被告の抗弁3種類のうちのどれかです。で、 B としては何か権利行使阻止ないしは権利消滅の抗弁、これを言いたいと。何があるかと、 B として見たら金返せと言われたら言いたいこと、物返せと、こう言いたいはずでね、物返せの同時履行の抗弁、これがあり得るとけども、物ないので同時履行無理ですとなると他の抗弁です。何かないというと、物の返還無理なんだな、だったら反対債権も消滅するという危険負担的な反論はどうか。で、ここでまあ危険負担をどう理解してたかという1年目の学習が大きく差をつけてくることになります。危険負担は権利消滅の抗弁です。こういうふうに思っておくとね、この危険負担536債務者主義ですね、これが原則になるんですが、権利消滅の抗弁でして、まあ、要は返還請求権が不能になったら反対債務も消滅するというね、危険負担債務消滅の抗弁があり得ると。で、これでいくかというと、ここは解釈論です。不当利得返還の場面で一方の物が滅失したときに反対債務どうするか、危険負担使うかというところですな。で、これ危険負担使わないという考え方がどっちかというと学生生では一般的で、価格賠償にしようと、価格、賠償、はい、物の返還不能になったら反対債務を消すんじゃなくって、返還になった物の価格の償還が請求できるという形で考えたらどうかというふうに考える見解が比較的多いかなという、ね、感じかなと思われます。ここでも自分の自説次第だと思います。現状回復義務が不能になった時の反対債務の帰すというね、これ実はまあ入門レベルでやっていく本来の、ね、知識であるんですけども、勉強したことないという方はちょっと、ね、穴埋めしといてくださいね。反対債務どうするかということで、危険負担でいくという考え方もあり得るし、それ以外の価格変換ですね、価格償還でやると。で、価格償還でいく、私の入門講座では多分ね、価格償還でいくという説明をしたはずなんですが、じゃあ今回だったら価格償還2000万かと、多分100万だろうと思います。今回偽物で100万だと分かったということですので、価格物としては100万、はい、100万の価格償還請求権があるので、まあ、最終的には相殺するということで処理してしまえばいいかなと思います。ですので A の B に対する請求1900万、これが認められるというふうな結論になるのかなという感じがしますね。はい、原告の主張、被告の反論というのは順番にいきまして、で、詰まった時には当事者使いました。ここね、被告の反論で B だったら何言いたいと、物と同時だ、これが思い出したらね、そこから流れていくような、ね、感じになるかなと思います。で、同時が無理だったらじゃあ危険負担だとね、ここも抗弁の類型ですよね、抗弁の引き出しというのがあると比較的、持っていきやすいのと、危険負担についての正確な知識があれば出てくるというね、そんな感じになるかなと思われます。はい、続けて AD 官、はい、AD 官ですけれども、まあいろんなものがあるかなと思います。AD 官の主張として、分かんなかったら、原告の主張としては物件的請求と債権的請求のどっちかです。で、A も D も絵画に関してなんか物件持ってる方は多分ないので、物件的請求はないかなと思ってください。なので債権的請求だなと。で、債権的請求になると約定債権、法定債権、代位取り消し等と、この3つの引き出しがまた役に立つと。
入門を受けた方はまたかというね、そういうふうに思うかもしれませんが、この再現的請求の引き出し持ってない方はこの際ついでにねインプットしていただければと思いますが、債権にも契約上の債権と法定債権と、それから代位取り消し等によって請求できる債権と3種類ありましてね、この中でいくとまずは約定債権からいこうという感じですな。で A からすると、あ、約定債権あると、渡したものを返せですね。帰宅物返還請求というのがありえますけれども、これできないですね。帰宅物返還請求、帰返とだけ書いておきますが、これはできません。物がありませんので履行不能になっておりますんでね。でしかも帰籍住なしとなると、次の損害賠償請求も無理ということになりますな。ただし、あ、ここが着目、20日目で滅失しておりますんで、要は20日の時点で D さんの仕事終わってるはずですんでね、残り30日分はお前仕事してないだろうというふうな感じになるはずですね。だから残り30日分の返還請求したいと思うはずです。さあ、それを法定債権、約定債権、代取り消しのどれかで説明したらいいと。まあ法定債権としてあるとしたら、20日目以降については仕事してないんだから不当利得、法律上の原因のない利得だと、こういう理屈があるのかなと感じがしますね。これでまあ、利得30日分、損失30日分、法律上の原因なし、30日も仕事してない、確かにあるというふうなことで703OK と。Dの反論なんかあるかな、思いつかなかったらもうそれでおしまい、それで OK かなと思います。はい、というふうな思考過程を、ね、示させていただきましたけども、意外にこの民事系のところで威力を発揮するのは引き出しです。債権的請求の引き出し、神戸のところも当事者目線、まあここは実は神戸の引き出しにはなってくるんですけどね、このあたりのその引き出しをどんだけ多く持ってるかによって、この民事系の突破というのはね大きく変わってくるかと思います。こういう引き出しはもうこの講義の中でしかねちょっとお話できないところで、この、合格等の作成講座の中でもですね、たくさんの引き出しを皆さんには示していくという形になるかなと思います。まあそう言ってもね、過去にもツイッターなんかでもね、民事系で持っておけるべき引き出しとかね、そんな感じでつぶやいた記憶がありますんで、皆さんもしね、検索したい方は検索していただいたら、まあね、10個ぐらい多分引き出し言ったような気がしますんで、そこでもかなりね、網羅されているかなという感じはしています。はい。まあ一応思考過程というか、まあ私のね、答案構成こんなもんです。この答案構成であればですね、まあ、解説始めても15分経ってますけど、喋りながらで15分でできますんで、その意味で、まあ、慣れてる方は10分でおしまいかなというね、そんな感じかなと思います。まあ、本当にこう思考の部分というのは本当に短くできるし、書く部分をいかに増やすかですね。そのためには思考の部分を短くする、そのためには解き方をしっかり確立する、大事な論文のパーツで、完璧にしておくのももちろんですが、引き出しをたくさん持っておくと、こういったところをね、意識していただければ、論文、一気にね、開花するのではないかなというふうに思っております。はい、まあ1時間ほどねちょっとお話していきましたけれども、まあ論文のね演習の学習法というテーマと、まあ、少し合うような合わないようなね、感じもせんでもないですけれども、まあ一応ね私からのお話は以上ということにしたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。